どうしようです。ジョーカーする前回の続きからやっていきたいと思います。やりますか。じゃあ、トロル行くぞ。よっしゃ、殴り込み行くで、トロルで。もうちょっとな、レベル上げていこう。いや、レベルめっちゃ大事。で、捕まえよう。いろんなやつ。行きまーす。いや、これおもろいな、こっから。普通に。じゃあ、トロル化けてほしいな、一回な。あ、装備しよう、装備。装備ちょっと整えるわ。トロルでちょっとな、あれするわ。どつきに行くか。どつきに行くぜー。まあ、ジュニア。まあ、ジュニアはええわな。もう。まあ、ええか。とりあえず一旦これでええわ。よし、行こう。一旦ひるましたんだよ、俺的。ん？よっしゃ、ひるんだ。オッケー、でかい。トロールでかいぞ、これ。ひるませれるんでかいぞ、これ。やっぱでかいモンスター使った方がええな、これ。先手取れたらでかいからな、ここ。序盤な。もう先手取らな、勝てへんレベルに来とうから。マジで。よっしゃー。先手でかいな。オッケー。先手必勝、先手必勝。いいね、いいね。オッケー、オッケー、オッケー。安定してたぞ。オッケー、オッケー、オッケー。これ安定するわ。うーわ、つーめっちゃ強い。おー、いいね。守備高っ。いいね。つーわ、やばいね。トロロちゃん強いね。魔人斬りいらんな。もう全身全霊の攻撃力振りっていうのもありやけど。まあ、攻撃振っていくか。デビルフォースは無名斬り？お、闇系。一応持っとく、これ。モロバギリとかいらんな。舐め回し攻撃力アップ。魔人斬り。ま、いいかな。攻撃振っていこうか。ちょっと攻撃力欲しいな。もう1でもいいが攻撃上げていこう。もう通常攻撃でやっぱ買っていかないといけないんでね。よし。レベル上げていきましょう。いきましょうか。おいおい、ちょっと待て待て待て。トロール見にくいんて前が。ただ、こいつ弱点ね、視界が悪いっていうことですね。お、先手取った。ラッキー。ラッキーラッキー。4体ぐらい出てこいよな。弱えんだよ、弱えんだよ。ちょっと今回レベル上げながらね、ちょっとスカウト会ですね。で、ちょっとパーティーを整えたいと思います。まあね、ちょっとね、俺ちょっと正直ジョーカーね、そういうとこも全部動画にしてやっていこうと思うんで、すごい効率的には悪いと思うんですけどね。でもここもやっぱ面白いとこなんでね。正直俺は見てもらいたい。うわ、守備17があったぞ。あ、こいつめっちゃ強いわ。おすすめやわ。はい、おすすめ入りました。ヒカルのおすすめモンスター1人入りました。トロルです。いや、強いこいつ。イエティからのトロル強い。この流れちょっと強いと思うから、ちょっとぜひ作ってみてほしい、トロル。まあ、ドラゴンとかも作りたかったけど、まあ、いいわ。おい、ビビッ。ビビって逃げてもな、こいつ。おお、どこどこどこ？ビビって逃げよるぞ、こいつら。うん、来たまえ、来たまえ、来たまえ。おい、いきなりテンション上がったらあかんぞ。バカ野郎。ネタ最高。うお、強っ。ん？おお、ヒップノサンド強っ。全然ちゃうやん、ダメージ。おい、トロルちゃん。トロルちゃん。おお、いいね、いいね、強いな。よし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 。いいぞ、いいぞ。ちょっと経験値。もっと欲しいな。もっと欲しい。もっと経験値が欲しい。逃げていくんやけど、全員。敵が。お、なんか宝箱あるやん、そこ。ヒルズ族おらんけど、ヒルズ族がおるぞ。ヒルズ族が。やばいやばい。え？お前敵やったん？捕まえた方がいいな、これ多分。これ捕まえよう。まあ、どんな強さかまず見てみようか、こいつ。言っても知れとうか。うーわっは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 。これ無理やわ。こいつ無理や。多分こいつ無理や。マジでか。お前マジか、正気か。これ偶然か、さっきの。ちょ待って、ちょ待って。いけ！頼む！行ってくれ！いけ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 ！コパ！うわあ！無理でした！すまずねじだ！開始！いい！ 12% 無理やろ。12.5% 無理やわ。これちょっときついわ。ちょえ。痛い痛い痛い。うおー！つーわ！こいつバリ強いぞ、逃げよう。あっぷんね、こいつめっちゃ強い。絶対勝てへん。敵めっちゃ強いやん。いやー、やばかった。危なかったなぁ。危なかったねーって感じや、ほんまに。いや、強っ！いや、めっちゃ強いやん、敵。絶対ヒルズ族も強いやろ、あいつ。多分、あいつ戦ったらあかんやつやな、多分。これ何？ドロヌーバーの色違い？
よしよし、先取った。ジェリーマンか。懐かしいな、お前。捕まえとくか、これ。一回ちょっと捕まえていこう。もう次のちょっとね、配合にはね、もうどうしてもいるんでね。まあ、どれほどのもんか、まずこれ行ってみよう、一回。どれくらいいけるんや、これ、ちなみに。これ6つこいつらスカウトすんの。こいつらスカウトむずすぎん。マジで？それは無理やわな。焼けつくようなこの体を強い。ラッキー。え、こいつらこんな強いん？え、攻撃者どうなるん？え、こんな強いとこある？普通に考えたらさ。やだ、強いって。キャド！キャド！よしよし、ナイス。よしよし、ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。ゼロなんや。マジか。めっちゃ強いやん、こいつら。待って。テンション溜めてヒャド打つか。よーし。よーし、よーし。よーし。よーし。よし。よし、いけ。いけ。キャド！くらい！え、強いね。強！マジで？マジでか。そういうレベルか、こいつら。ちょっと待って、ちょっと待って。そういうレベルなんですね、あなたたち。ガンガン行ったれ。行ってくれ！倒せ。倒せ！やばい。よし！よし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 。もう一個食べなあかんな、多分。頼む。やべ、トロールやめろ。オッケーオッケー。よーし、もう一回。し、もう多分これ勝てるやろ、さすがに。さすがにいけるはず。軽減とか持っとんか、こいつら。バカ野郎。頼む。いけ、寝る、寝ろ。寝ろ、寝ろ、寝ろ。やべ。キャド頼む。これで勝つ！よっしゃー！ただ全然経験値微妙いっていう。敵強っ！あんなジェリーマンが強いわけないやろ、普通。どんだけ強いねん、あいつら。これやばいな。敵の強さ。ほんまに。もう逃げ出したくなっとる俺がおるわ、ほんまもう。もう全然勝てへんねん、これほんまに。もう全然勝てませんやんっていうくらい強いやん。逃げよう逃げよう。この上無理やわ。上めっちゃ強い、敵。骸骨ぐらいがほんま一番熱いんやけどな。おーし、骸骨入れました。骸骨捕まえよう、ちょっと今回。いや、もう誰か捕まえ、ちょっと配合のパターン増やさなあかん。ちょっと捕まえらして、お前、捕まえれるかった。いけるかさすがに。ちょっといけるか確かめよう。なんかさ、ジェリーマンでさ、あんな捕まえに行くとかあるんやな。マジおかしいんやって、この捕まえに行くさが。いや、強すぎやろ、骸骨マジで。ほんまに。お前ただの骨か、ほんまに。絶対やばいやろ、こいつ。お、余裕やんけ。骸骨めっちゃ余裕やんけ。ジェリーマン逆にお前どんだけ硬かったねん。スカウト難易度高いな。なんかスカウターで、リアクターで見たら、見れるらしいな、普通に。ほんまやばいな、これ。ああ、ほんまやばい。骸骨。もう骸骨でええわ、お前。名前は。しんどけ。ゲットゲットゲットでもゲットゲットゲットよしスカウターでちょっと見ていこうかちょっと捕まえれる難易度それにはみようあ楽勝や捕まえるゴースト逃げるな逃げるな逃げるな逃げんなって逃げんなってん上がろう上がろう。種か。いらんねえ。よいしょ。ゴースト欲しいな。え、ジェリーマンとこ行かなあかん感じこれ。もしかして。結構やばいな、これ。シビアだな、これ。一回帰るか。何こいつ、何こいつ、何こいつ。え、こいつ何？あ、ドラヌエバか。おい！こいつ多分。スカートできんぽいな。ジェリーマンが無理やったからな。マドルーパーか。お前いけるか？
いけるかなこいつだったら。ジェリーマンじゃないからな。ジェリーマンはちょっとあいつ、別格やったよな、多分。わからんけど。あー、いけるっぽいな、これ。いけるっぽいな、いけるっぽいな。あ、いったな、これ、いったな。ごめんな。ごめん、ごめん、ごめん。いったで、モロタでくど。モロタでくど。よっしゃ、いった。あぶねえ、でもテンション食べてこれか。会心。え、結構微妙やん。あ、結構微妙やぞ。結構微妙かったー。って感じ。きついぞーい。きついぞーい。まだいけるな、でも。ちょ、溜めていこう、ちょっと溜めていこう。よしよし。こいつ捕まえてでかいで、マドルーパー。2匹増えたらちょっと配合のレベル増えるから、ちょっとマジで、トロルクラス、もうあと2体いるな、これ。もう1回溜めよう。ちょ、マジでもうちょっと溜めよう。よし、100。おっ、来た。100いけ。トロルも100いけ。いて。ほら、100。オッケー。おいはい、モルタで駆動開始。よっしゃー。おー、ナイス。もう確実に。よし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 。88番。オッケー。お、強いな、こいつら。マドハンド強いな、こいつ、ほんまに。やばいな、これ、ほんまにな。マジで。ありがてえわ。ヘドロでええわ、こいつ、名前。もう前見なかった。ドロー。よし、ゲット。ちょっと一回帰るか。帰った方がいいな、一回な。じゃ、これな、ちょっとほんまにな、ちょっとずつ進むしかないわ。敵強い。ほんまに敵強い。甘く見とってほんま。速攻死ぬと思う。マジで。ぐらい強い。ちょっとセンタービルでレベル上げた方がええかもな、これ。経験値こいつらまずいな。強い割にな。そう、強い割にまずいんやって、こいつら経験値が。残念なことにな。よっしゃ。よし、行くぜ。早くやっていくぜ。背後やらして頼む。ほんま、ええの作らして。こいつら作らして。うわ、ドロヌーパーとマドルーパーだけかよ。ゴーレム。なんか、イエティか。おむつっこり。あ、こいつか。どういや、おむつっこりって名前。微妙な名前すんな。おー、微妙やな。ゴルゴンゾーラ、キラマシンライト。ジュニアがめっちゃ弱かったからな、思ったでしょ。ドラゴンか。ドラゴン、まず作っとくってのもありかもな。うん、ドラゴン、ちょっと、外骨も見て。なるほどね。ガチコッコ。はい。ドラゴン作っとくべきか、これ。一回。ぽいな、ドラゴン作ろうか、じゃあ一回、ちょっとじゃあ。あ、でも、人食いそう作ろうか。どっちしようかな。人食いそうか、ドラゴン、どっち作ろう。ちょっと待ってよ。やっぱ、あいつやんな。こいつ結構使えたな、これ、ドラキーやったっけ。どこ行った、ドラキー。あれ？あ、これ名人ね。こいつ結構使えるやんって。オクトリーチにもなれるし、こいつ。で、こいつしかも、ダッシュランにもなれるっていうね。ダッシュランも結構強いから、1から3回コード持っとうからな。ダッシュランにもなれるし、ドラゴンにも、人食いそうにもなれんねん、こいつ。で、さらにドラゴンにもなれちゃうっていうね。ドラゴンから次いけそうな気はするんやけど、人食いそうも気になったんやって、こいつ。こいつ結構強いやろ、多分。あえて人食いそう。あ、ドラゴンの3枠やからな。まあ、どっちか行きたいけどな。まあ、ドラゴン行っとくじゃ。ドラゴン見たいやろ、みんな。まあ、ドラゴン見たいって人おったからな。ドラゴン行っとこうか、じゃ。まあ、適当に、まあ、力もらいますけど。HP アップ1。うわ、微妙やな、見らんな。守備欲しいな。闇を使えて。まあ、これでいいかな。OK。3枠モンスター、ドン。よし、さっきゲットしたですね。ドラゴーン！ビルダーズのドラゴンにめっちゃ似とる。ほんまに。オッケー！ドラゴンな、名前何しようかな。ほんまに。まぁ、ちょっとこう出世したよな、でもドラゴンってほんまに。ドラゴンな、いいね。名前はな、あんま正直何でもいいんやけどな。まぁ、こいつはもう強いやつの、生贄やが、生贄でいいか、名前。まぁ、いずれ多分強いやつになるであろうっていうね。こいつはとりあえず使う気はないんですけど、あんまり。多分いずれ強いやつになるであろうという願いを込めてね、こいつをいけにやつとして置いときましょう。よし。ちょっと見てみようか、じゃあ、ドラゴン。多分なんかなるやろ、いけにやから。微妙、案がならんな。ランク D とかどうやって作んねん、マジで。ってぐらい作れへんぞ。ほい。俺、ランク D できひんぞ。全然。うわ、人食いそう作っとったらよかったか、これ、もしかして。ミスったかー。これ、ミスったかーって感じやな。ちょっとこれミスったな。選択ミスしたな、私。選択ミスしましたね、僕。
ベビーパンサー。ベビーパンサー2体あれできそうやな。ベビータイガー2体なんかできたりせんのかな。ベビータイガー2体作れたら、それだけでなんかできそうな気がするんやけどな。ベビータイガー2体ができんかな。なんで軍隊館作ろうとしたのね。いらんいらん。軍隊館でいらん。絶対いらんって。200パーいらんって。一生作らへんぞ、軍隊館になんか。ちょっと待ってよ。ベビータイガーとか2体作れへんかな、なんか。なんかさ、同じやつ2体かけ出したらなんかなるとかいうパターンあるやん。そっちかけたいな。あ、こいつなんか ベビータイガーなるんじゃん、これ多分。ベビータイガーってあんま作れへんな。なんかわからんけど。全然おらへんよな、ベビータイガー。どうやって作ったん俺、ベビータイガー。結構作るんがむずいんだすね。ベビータイガーどこですか？ベビータイガーできませんか？できんなー、くそ。クラッシュベビータイガー、頼むって。あ、無理やな、ベビータイガー。できんな。もう全然できんわ。なんか、キーになるやつおるんやろな、ベビータイガーの多分。それが多分おらへんやろな、俺のパーティーには今。ベビー王じゃなかったし、こいつはヒョードル。もう無理か。無理っぽいな。ベビータイガー何作ったかちょっと見て、見さして。あー、メタッピーか。メタッピーがポンポンボムか。あいつポンポンポムじゃなかったらしいな。ボンボン、ポンポンボムらしいな、あいつ。どうでもいいけどな、そんなこと。しびれるインキュバス。あ、こいつか。あいつインキュバス名前か。クソみたいな名前やな、ほんま。メカドコスライムとかいらんって別に。ヘルコンダクター。おお、これは、デスマイストロの。顎割れすぎやろ、お前。はいはい、オッケーオッケーオッケー。まあ、でもドラゴンね、微妙やったな、結果。ちょっと違うとこ行こう。俺捕まえ行くわ、もうちょっと。これ。ちょっとマジで、デジマやな、ほんま。マジで、デジマ、マジデジマ言うて。マジでな、敵がほんまに強いから、もういろんなとこ行こう。ちょ、アサリ行くわ。まあ、センタービル30回じゃアサリ行こう。ここで結構敵、A グラの強さで経験値うまいから、もうここでレベル上げろみたいな話だよ、多分。もうここで多分な、ちょっと捕まえ行こう。こいつは弱いから。オッケー行こう。どうですか？渡す。オッケー、メタランター捕まえよう。オッケー、グレムリンも捕まえよう、グレムリンもね。メタランターちょっとな、使おう。こいつ。オッケー、オッケー、捕まえるで、捕まえるで。もらうで、もらうで、モルタで行くと。おっしゃ、おっしゃ、いけいけいけ。まず、ライトがな、ひらましライトがめっちゃ弱いから、もうこいついらんわ。俺こいついらん。もういらんねん、俺。もういりません。私、僕、いりません。おい、余裕じゃないっすか。おい、メタルハンター余裕じゃねえかい、バカ野郎、バカ野郎。よっしゃ。うっしゅうしゅうしゅう、うっしゅうしゅうしゅう。うっしー。はい、ありがとう。ありがとう、ありがとう。もしかもレベル12やから、もう速攻でこいつら、配合使えるから、ほんま、ありがて。ありがて。オッケー、落ちてった。グレムリンゲッチュ。グレムリンも取っときましょう。こいつ持っとった気するけど、まあまあええわ。2体目のね。グレルリンゲッチュやで。よし。よしよしよし。もう1体やろ。あー、捕まえやすいわ、こいつら。最高ですわ。案外硬いな。まあええわ。まあ、余裕ある、1体やろ。全然返しなさいよな、トロルって思った以上にさ。トロル守備高いんやけど、それでも全然攻撃食らうから、相当守備いるな。よし、あざっす。グレロ。もう使ってくれへんからってグレる。グレろ。メタルハンターもう一匹ぐらいいっとく？オッケー行こう。オッケーオッケーオッケー。もう一匹ぐらいいっとくか、メタルハンターね。もうこれね、日々のね、積み重ねですから、もうどんどん捕まえておきます。よし、もう一回かれ。よしよし、ありがとう。オッケー、もう一回もう一回。オッケー。二回ぐらいいっとこう。あ、ありがたい、テンション100。なんだ、グラスケーン、てててて。トロ二回、いけ。トロ二回頼むぞ。痛い。よし。よしよしよし。いったやろ、これ。オッケーいった。いや、やっぱ雑魚捕まえるのが楽やな。もう雑魚捕まえていこう、どんどん。よいしょ。よし。結構でも難しくなった、捕まえる。モロタでいい？オッケー、あざすー。よっしゃー。よしよしよし。なんか、キラーマシンライトとキラーマシンライトを掛け合わせたら、なんかになるっていうね。いう情報をね、俺仕入れてますんでね。キラーマシンだったかな、確か。まあでもね、そんな無難なことやっていいんかっていう、ね、話なんですけど。まあまあそんな無難なことやっちゃうよね、俺。いや、わからんけどな。もしかしたらそんな、キラーマシンはちょっと無難すぎるかなって思うから、ちょっと使いたくもないんやけど、強すぎそうやから。
でもあえてそこやって、うわ、どうしようかなって感じやな、今。正直ね。ちょっと見よ。ちょっと見さして。グレムリンとグレムリンで どうなる？おー、なんかできる。何こいつ。ガルバゴルバ。ダブルイターの色違いや。おー、二回コード持ち。何こいつ、笛吹き名人。なんちゃこいつ。うわ、同じの似た合わせたらやっぱなんかできるぞ、これ。ガルバゴルバ。何これ。やばそうやん、作ろう。きらめくいびき。何こいつ、何こいつ。なんか変わったやつできたぞ。いい、こいつ、いい。見た目ええぞ、こいつ。やばいな。ガルバゴルバってなんかチョコレートの名前みたいな。よっしゃ。ええのゲットしたぞ。なんかもうな、ゴディバみたいな感じだな。ゴディバみたいな。ゴルバチョフって名前しようか、じゃあ。し。ゴディバ感すごいな、こいつな。こいつちょっと育てておきたいな。ちょっとお前。お前ら、ちょっと邪魔やろ。邪魔やろ。しんどけ。オッケー、ガルバゴルバなんか使えそうやぞ、こいつ。ランクいいやから。そうでもなかった。全然使えへんかった。そうでもなかったよ。メタランタは？ん？一角詐欺かよ。もういらんで一角詐欺とかも。しんどけってへんま。ひらましないとぐらいか。ドラゴン2体つく。ドラゴン2体でなんかできたりするんかな。でもここやっぱランク上げとくべきか、無難に。まあここやっぱキラーマしないと D ランクですからね、こいつ。これ作っとくべきかな。うん、ここはまあこれ硬いかな、ここはね。まあキラーマシン、まあこうスキルも結構強いんだね、こいつ。まあこれはでも選択として硬いな。やっぱりね。うん。いやでもまあ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 、ちょっとずつね、まあランク高いやつを作っていきながら、パーティーと揃っていきたいな、ほんまに。ほんまにお前も何でもええわ、キラー、1では。2やけどな。1では。しこいつもまあレギュラー入りはできんな。アルミラージュ引っ込めてっていう手もあるけど、まあ微妙なとこやな、これ。ああ、二回攻撃する？まあ、アルミラージュ引っ込めるわ、じゃあ。よし、引っ込んどけ。まあ、これはちょっととりあえずね、二回攻撃しときますか。ちなみに、キラーマシンランクなんぼなん？ちなみにな。なんぼよ。え、ランク B なん？ランク B なん？一気に強くなるやん、これ。作ったら。マジでか。そういうレベル？ランク B なんや。はあ、やめとこ。この配合方法でちょっと言ってもだな。なんか C ランク飛ばすからやめとこ。あ、じゃあ最後ドラゴン乗って終わりましょうか。ドラゴンせっかく作ったんでね。よし。ん？なんでなんで？え？え？マジで？ん？うわ、ドラゴンライできんだけど、狭すぎて。ちょっと広いとこ行こうか、じゃあ。広いとこね。ルーラ。まあ適当に、じゃあ、行ってみる？北口。はい、行きますか。うお、でかっ！やば。何これ、すげえな。ドラゴンライド。見えねえ、ほとんど。めっちゃ見づらいぞ、ドラゴンライド、ただ。でかすぎるな。一番映るのいいのどれやろ。まあ、この辺ですかね、一番映るのいいのは。さっきのとこぐらいかな、一番映るの。ドラゴンに乗る少年。乗る少年っていうか、乗れ、もう見えへんけど、少年の部分は。まあ、拙者これぐらいがギリギリで限界ですね。やば、飛躍じゃないんや、しかも。ああ、でも G クラスは乗れるけど、動けへんのや、もう。そこ残念やな、ちょっとまあ確か4枠が動いたら確かにもうマップ邪魔になるからな。はい、というわけでとりあえず今回はじゃあこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。